やっハローこんばんは。はい、現在11月27日土曜午後7時34分ですね。はい、今日うちの母ね、5時半には仕事に行きまして、そっから、舞妓さんちのまかねさん9話、デイジーミーツガール9話、そして、今大正乙女おとぎ話の8話見て、また累戦4週連続やられるというね、もう最高でしたね。さあ、ということでここからはソードアートオンラインアリシゼーション17話いきたいと思います。さあ、アリスとね、キリトが落ちてどうなったのか。はい、では、僕はマジな時にハマーと言います。一升瓶乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり現在40歳、芸歴16年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、会社員を辞めてパフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。めっちゃ自粛してます。その自粛中にアニメにハマって、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、僕の自己紹介、ホームページ、 SNS 各種 PV プロフィールなど全て説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。で、過去のアニメリアクションに関しては、再生リストに作品ごとにまとめてます。ただほとんど消えちゃってます。はい、で来年の9月にはでかい発表があります。お楽しみに。それでは行きましょう。 SAO アリシゼーション17話、D アニメストアですね。3、2、1スタート。おお、なるほど、剣を刺して助けたか。これ落ちたら死ぬよな、さすがに。滞在人に命を救われ、生き恥を晒すて。そうやぞバカ。これどないして助かんねん、これ。よう数えてたな。どう答えねこれ。休戦協定ってことはアリスと戦い一回あれかな。
わあ、折れる。これどうやって助かんねん、ほんまに。あ、逆になった。ほんで休戦協定ってことね。チェーンシェイプってことは鎖かな。形状変化。どうやって助かんの、これ。おじさま、おじさま吉祥な。これ80回もんな。あ、ほんで元戻ったんか。何回やねんこれ。95回かい。どうやって登んねんこれ。おお、体操選手やな。ああ、ほんで引き上げんのか。
いやこれキリトの身体能力凄まじいなこれ。上見えへんやん。ああ、オーシャンタートル。ね、何あの軍艦朝日なんかあんの？あ、もうできへんのか。疲れたか。まだ85回かい。どないすんねんこれ。6メル。アリスは出されへんのかね。気持ち悪い。なこれ。気持ち悪い口。え、動いてこへんこれ。おわ。え、なんでや。こんなとこで敵。なぜ？
うまいこと飛び乗るんちゃうかこれ。何すんの？飛び乗んのかな、やっぱこいつに。あ、マジか。おお。おお。行った。あ。力技もええとかやね。ミニオン。ほんま。一撃デフ2匹。記憶やな、記憶ちゃうか、これ小さい時の。出勤。ツンデレ。ツンデレアリス。
分かっとんね、裕次郎は。もう裕次郎90巻まで来たんかい。裕次郎一人で。何これ風呂。諏訪部純一さんやなこの声。あれこれオープニングで裕次郎と切り合ってるやつ。あーベルクールやね。そうやね、あれベルクールやね。あ、伝説の英雄ベルクリアね。よいしょ。はい、ということで、SAO アリシゼーション17話、まあ、今回はほぼほぼあれですね、キリトとアリスが塔の上を目指すのが8割かな9割ってとこでしたね。で、まあそんな中あのシーンは必要やったんかなと思うのがアスナと幸次郎さんの食事シーンで出てきた戦艦なんとか、ちょっと名前忘れもんだけど、中西さんが説明した戦艦なんちゃら、あ、何去っていったみたいなこと言ったけど、なんか関係あんのかな。うん。でまあ、もう一つ気になったのはやっぱりあれですよね、その塔内部のセントラルカスラの中の誰かがあのダークテリトリーの、ミニオンやったっけ、あれを仕込んだってこと、内部に裏切り者があるってことか。ちょっとそこ分からへんな。うん。にしてもキリトの身体能力ね、あんなあの高さでこれフーンってまず突き刺すだけでも大変なのに、その上に立ってアリス引き上げて最後ねえハンマー投げの要領でアリスを上までぶん投げましたからね。なんで落ちひんねんと思いながら、まあそういうのが、そういうマジレスはいらないですね、アニメにはね。で、ミニオンを倒してここにねついた血をハンカチを貸してあげて、私がお前を切る前に洗って返せ、ツンデレ。うん。でアリスがなんちゃら祭りみたいなものをあれですよね、見たのは過去の記憶ですよね、確実に。ちょっと頭うーんなってたから過去の記憶やね、あれはちょっとだから揺さぶられたかなあそこでって感じですかね。うん。さあそして裕次郎はベルクーリと対峙したということですね。
はい、でちょっと昨日の生配信でも話したんですけども、僕は一つだけ SAO のアリステーション、多分前半クールか、後半クールか分かりませんけど、前半クール、うん、さあアリステーションの後半か分かりませんけど、後半の24か、あの1個ネタバレ見てます。あの YouTube でたまたま見てしまったやつがあったんで、まあそこにたどり着くまであと何話あるか知りませんけどね、そのシーンが来た時はあこれやってなると思いますんで、うん、はい、まあということで、まあアリスとキリトはなんとか助かった感じかな、もうええんかなこれで。でまた勝負が始まるのかな次回から。その前に、ベルクーリとユージオが やり合うんかな、うん、はい、ということで、ソードアートオンラインアリステーション17話でした。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね大道芸業界死んでます。僕は貯金生活をしている中で、去年3月27日でね、バイオレットエヴァーガーデン10話のリアクション動画を投稿したことを機にアニメリアクションを始めて、今日で1年9ヶ月目に突入です。ただ先月ですね、1年7ヶ月目の時に、まあ著作権の警告2個を受けて、3個目を受けるとまずいので、10月5日6日で1426本337日分の、リアクション動画を生配信で消去という痛手をもう味わってます。で去年半年分消してます。故に1年7ヶ月やってきて1年5ヶ月分の動画を失ったというね、悲劇味わってますが、今はねこのように根性を入れてまた一からやり直してますんでね、皆様ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、僕と一緒にアニメを見てですね、一緒に感動を分かっちゃっていきましょう。よろしくお願いします。ただ本業大道芸人パフォーマーですから、ホームページだけでもいいですし、 PV だけでもいいんで見てください。そして大道芸にね興味を持っていただければ嬉しいですし、うん、僕に興味を持っていただければ最高です。はい、ということで、ありがとうございました。以上マジ大道芸人浜田でした。では。